まっちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、まっちゃんです。こちらスペインのマラガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはスペイン語を緊張しないで喋るようになる練習というのをやってみたいと思いますよ。こちらまるちゃんのサバイバルスペイン語講座では、私のスペインでの日々の生活をもとに、楽しくレアなスペイン情報をと簡単で必ず通じるスペイン語を新たにどんどんお届けしておりますよ。ぜひですね、チャンネル登録をピチッとしていただいて、私と一緒に、ね、楽しくお勉強していただくと嬉しいです、ということでございましょうか。ね、緊張をほぐしてね、スペイン語を勉強していこうということなんですけどもね、どうしてもやっぱりね、自分の母国語以外のね、言語をね、口にするときはどうしてもね、緊張感が高まりますよね。私のような人間ですらね、そうでございます。まあ、スペイン語はもちろんね、英語でもそうですよね。これ合ってんのかな、これ発音おかしくないかしら、文法合ってんのかな、変なこと言っていないかな、というのはね、もう不安ばっかりがね、募ってまいります。で、そういう不安をね、なくすためにね、今回ちょっとね、新しい練習法をね、ご紹介してみたいと思いますよ。今回はですね、これ今までね、独り言学習法っていうのをやりましたけど、あれだと本当にね、もう自分だけで喋ってますから、ね、緊張もしないでね、できましたけど、今回はね、少しだけ緊張感を自分に与えつつも、その緊張をほぐすということで、ちょっとね、お相手になってくれる方をね、ちょっとピックアップしてみてくださいね。これ緊張しない方がいいんですよね。要は一番近い方、あなたに一番近いね、ご家族の方、パートナーの方であるとかね、お母さん、お父さん、あと息子さん、娘さん、まあ、何もワンちゃんでも猫ちゃんでもいいし、オウムでも金魚でもいいということでございますよ。で、これはだから要はね、スペイン語、相手が、ね、スペイン語を喋ろうが喋るまいが、ね、あなただけがスペイン語を喋るということになりますね。で、私のチャンネルを見てくださっている方ね、日本の方がたくさんね、見てくださっていると思いますので、日本にいらっしゃる方だとね、周りの方はスペイン語を喋らないからね、スペイン語を喋る機会もまずないし、ね、勉強にならないんですよ、どうしてくれるの、ということでね、今回これをね、活用していただくと、スペイン語を喋る機会も増えるし、緊張もほぐれるし、いいということでございましょう。いい。で、これどういうふうにやるかということなんですけど、まあちょっとじゃあピックアップして、ね、旦那さんに、あなたのパートナーに一番のね、第一の犠牲者じゃない、協力者になっていただきましょう。で、これどういうことかというと、ね、普段の会話を、スペイン語で言ってから、その後に日本語で言うということになります。で、今のがね、ミソなんですけど、これをね、スペイン語で先にまず言ってください。必ず。ね。これなぜかというと、最初に日本語で考えてから、それを訳すということになると、これはもう日本語で考えてることになりますから、まずスペイン語で考えて、口にしてから、今度日本語で言うということですからね。例えば、猫とかね、ワンちゃんとかだと、ね、日本語でも何語でも理解してくれるから、そこは訳さなくていいんです。ですけど、やっぱりね、相手があることですからね、礼儀を持ってね、一応何を言ってるかを伝えた方がいいと思いますので、スペイン語で言った後に日本語でちゃんと訳をしようということでございますよ。ね、でこれ今のが、まあ、ミソですね。だからスペイン語で考えて最初にバッと言うね。で、今までに、ね、ご紹介した独り言学習法だとね、独り言ですから、どうしてもね、こう喋るね、言葉にね、限りが出てきます。で、会話というふうにすれば、疑問形であったりとかね、質問を投げかけることができるということでございます。それによってちょっと幅がね、ゴーンと広がるということでございましょうから。でね、もしね、もう誰もいない、もううち断捨離して、もうソファーすらないという方ね、そういう方はもしかしたら鏡ぐらいは残ってるかなということで、鏡をね、ご自分の前に置いて、ご自分と会話をする。これでもいいと思いますよ。誰かに自分がスペイン語で喋りかけているということをちゃんと設定するというのが大事でございますよ。ね。それで緊張感をほぐす練習をするということでございますからね。そんな難しいこと言わなくていいですから。ね。例えば、おはようとか、ボエナスディアスおはようという感じでやっていくということでございますよ。ね。もう、うだうだ言わずに早くやれということなんでね。ちょっと今日ね、やってみたいと思いますね。これ始める前にできればね、スペイン語の会話の練習したいから、あなたちょっと
練習台になってくれるというふうに言っておきましょう。告げておきましょうね。そうじゃないと急にスペイン語を喋り始めるとどうしたんだこいつというふうに思われますからね。そこはちょっとね、前の日か前日かね、その始める前に言っておきましょうね。じゃあ行きますよね。最初ね、あなたの、ね、パートナーがね、協力者、犠牲者ですからね。行きます。今日も素晴らしい朝が始まる音をしておりますよ、ね、ブル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 、目覚まし時計が鳴っていますね。おじ、ハパがエルデスペッタド、ポルフィ。ちょっと、目覚まし止めて。というふうに言いましたね。おじ、おじはこういう呼びかけですね。ハパがエルデスペッタド、ポルフィ。ポルフィというふうに言いました。で、このポルフィはね、ポルファボールなんですけど、ポルファボールがね、もっとファミリアルな感じ、ちょっとね、もっとファミリーな感じになってますよ。これね、逆にしっかりにポルファボーっていうふうに言うと、ちょっと何かね、子供さんを叱ったりしてるとか、ちょっとね、距離感のあるね、ポルファボーお願いしますという感じになって、ちょっと距離があるんで、ポルフィという感じで、今回ちょっとね、可愛くまとめてみましたよ。ね。おじ、アパガエルデスペルタドポルフィ。ね。目覚まし消してというふうに言いました、あなたはね。そうそう、目覚まし消したんですけど、しばらく寝ておりますと、またね、5分ぐらいさになるわけですよね。またリピートして、ね、同じ目覚ましがブル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 ってなっております。ああ、なっておりますから、レガンタデジャー、もう起きてというふうにね、言いましたね。起きても、自分も起きろということなんですけど、それはさておきね、起きて、ね、起き始めましたか。一応ご挨拶ということで、ブエノスディアス、おはよう。ブエノスディアス、おはよう。ね、ブエノスディアス、おはよう。というふうに言いました。一応なんかちょっとボンゾボンゾしておりますから、デバサードチャール、テバサドチャール、シャワー浴びるのというふうに聞きましょうね。テバサドチャール、シャワー浴びるの、浴びるというふうに言っておりますから、じゃあその間に私朝食の用意でもしようかなということで、ケキエレスデサジュナル、ケキエレスデサジュナル、何朝食で食べたい？セレアレスオピトゥフォ、シリアルがいい？それともパンがいい？というふうに聞きましたよ。ね、こういうふうにちょっと訳してあげましょうね。一応ね、スペイン語だけだとわかりませんからね。ケケレスデサジュナ、フェレアレスオピトゥフォ。今これピトゥフォと言いますけどね、これ小人という意味なんですよ。ね、小人。これピトゥフォというふうに言うと、これね、デサジュナルでピトゥフォですから、パンなんですね。ちっちゃいパンのことをピトゥフォというふうに言いますよ。ピトゥフォインテグラールというふうに言うと、まあ、全粒粉のね、ちっちゃいパンという感じでしょうか。まあ、だいたいこれぐらいの大きさですよね。これぐらいの大きさね。ピトゥフォね。感じで。これ、マナガではそう言うんですけど、ね。他の地域でちょっと、ピトゥフォで通じるかどうか、ちょっと試しておりますよね。ピトゥフォ。セレアレスをピトゥフォ。で、セレアレスってのはね、コーンフレークみたいなやつね。ああいうやつでございますよ。ね。で、ね、旦那さんがタワーを浴びてる間にね、パンがいいっていうもんですから、パンをトーストしたりとか、ね。フルーツを切ったり、コーヒーを入れたりしながら待っておりますと、シャワーから出てきて、あ、そういえば、昨日買ったあれをちょっとね、紹介してやろうということで、ミラミラ、アジェルコンプレウォーモスケレスプロワーというふうに言いましたね。一応訳しましょうね。昨日ね、これ見て、でウォーモス買ったの、試してみたい？ボレヘンプロコンポージョレジェーノ。例えば、このチキンハムと一緒に、どう？というふうにね、押し付けがましく進めているわけでございますけども、そうすると、分かった、じゃあちょっと試してみるか、という感じでね、あまり変わったものが好きじゃないんですけど、試すということですから、あ、ホムスというのはね、あれです、ひよこ豆をね、煮て、それをこうすりつぶして、あとオリーブオイルですね、多分ね、オイル。オイルでね、こう、ぐるぐるぐるして、クリーム状にしたね、まあ、アラブの食べ物だと思いますね。それをちょっとパンに塗りますね。パンよりもね、多いぐらいの量をね、それパンに乗っけてね、食べるのが今、私ちょっとね、ハマってるということでございますよ。ウーモスね、ウーモス。ひよこ豆いいんですよ。繊維質が多くて、ね。繊維質が多くてね、ひよこ豆、ガルバンスはとてもいい食べ物でございますよ。ね。ケタン、どう？え、たぶんえのみ？美味しいよね。というふうに聞きましたね。ケタドエスタブエノエ、美味しいよね。というふうに言いましたね。エスタブエノ、エスタブエノでね、これはあの美味しいね、美味しいということになりますよ。これエスタビエンにしちゃうとまあまあじゃないっていう感じになりますから、ここ気をつけてくださいよ。ね、奥さんがあなたにね、もしあなたが男性の方だとしたら、美味しいと聞かれた時にエスタビエンというふうに答えると。ママじゃないというふうに言ってるってことで、多分後で怒られますからね、気をつけてください。スタボエノエというふうにね、言いましょう。ね、スタボエノ。ね、
で、えっていうのはね、でしょっていう感じでね、押し付けがましく聞いてるということなんですけど、どうも気に入らなかったみたい。どうもね、好きじゃなかったみたいで、ノテアゴスタード気に入らなかった。ノーパサナダ。メコメレトド。気にしないでいいよ。私が全部食べるから。というふうに言いましたね。メコメレ、メコメレ、ね。メコメレというふうに言いました。この目は私が私を食べるということではなくて、私が全部平らげるという意味の、ね、これは再起動詞ということになりますよ。コメルセ。これで全部平らげるということになりますからね。メコメレトのノッパサナダということでございましょうか。そういえば、そうだ。ずっと長いこと休んでるあの人のこと聞いてみようということでね。アプロポシット。ダビアボルトトラバハン。ダビッドさんってアプロポシットというのはところでってことなんですけど、ダビッさんという人、ダビッドさんがね、あれです。ずいぶん長い間休んでたみたいだけど、もう仕事帰ってきたのというふうに聞いてみましたね。で、帰ってきたというふうに言ってるので、フィナルケパソ、ね、フィナルケパソどうしたの結局ということでね、理由を知らなかったんで、何だったのというふうに聞いてみましたね。そうするとね、なんかルンバ、ぎっくり腰だったというふうに言っておりますので、ルンバゴエソロロソ。ルンバゴは大変なのよね。ルンバゴってぎっくり腰ね。ぎっくり腰は大変なのよね。ミマドレトゥボケングレサルドランテバリアセマナスというふうに言いましたね。うちの母ちゃんは何週間もね、ルンバゴで入院したのよというふうに言っておきました。起こして、ニュースか何かね、やっぱ朝見ながらご飯食べておりますとね、まあ今世の中でいろんなこと起こっております。なんか異常気象がね、各地でね、起こってるということで、みな、¿Qué está pasando nuestra tierra? ¿Qué está pasando nuestra tierra? どうしたのかしらね、私たちの地球は、という朝から重い話をしておりますけども。En Brasil está nevando. ブラジルで雪が降って。En Alemania hubo tornado. ドイツで大きな竜巻があって。ね、Con esa calor exagerado todavía estamos en mayo.、ね、こんなにバカみたいに暑くて、まだ5月なのに。Además, en Málaga hubo terremoto. マラガで地震があったってよ。というふうに、ね、私言っております、ね。これ全部本当のことなんです。昨日見たニュースで全部言ってましたけど、ね、ブラジルって暑い国なのにね、マイナス5度ぐらいまでね、気温が下がって、今多分、これから冬に向かうってところでね、そこまで寒くないはずなのに雪が降ってるね。あとドイツでね、まあ、北からの冷たい風とアフリカからの暑い風がね、そこでごちゅんこしましてね、こういうふうに、トルナード、竜巻ですよね。大きな竜巻が、ね、ぐるぐる巻いて、でもう街中がね、もう大変な、でもビルとかがね、崩壊しているという映像を見ました。あとね、この暑さね、今5月なのにね、もう40度ぐらいまで上がってるね、まあ街がね、たくさんあるということでね、今年のね、夏は一体どれぐらい暑くなるんだというふうにみんな心配しているということでございますよ。あと、マラガのね、近海でマグニチュード 5.3 ぐらいのね、海の中ですけどね、地震があったというね、ニュースも聞きました。ね、それでね、マリちゃんね、私心配だということで、ケヒタパサノノヒトラティエラというふうにね、心配をしたということでございますよ。やっぱりニュース見るとね、いろんなね、新しい単語とかね、トルナードとかね、テレモートとかね、いろんな言葉がね、出てまいりますので、それもね、皆さんね、よくね、聞くお勉強もね、してみてくださいね。いけない、これか、大変だということで、はい、じゃあ、ラスオチョイメディア。もう8時半よ。ちょっとティネスケイールって、あなた行かないと。テンプリサ急いで。というふうに言いましたね。これあなたがね、スペイン語で喋った後に日本語で言うもんですから、で、普段より2倍ぐらい会話に時間かかりますからね。で、ふと時間を見るともうね、行かなきゃいけない時間だ。急いで。というふうにね、旦那さんに言いました。テンプリサ、じゃ急いで。ということでございますよ。Cuando vengas, tráeme una barra de pan. Mañana lo necesito.ね、帰ってくるときにさ、パン一本買ってきて明日いるからというふうに言いましょうね。Cuando vengas ね、帰ってくるときにということでございましょうね。Cuando vengas、これスフンティブね、未来のことを言うスフンティブ。Cuando vengas, tráeme una barra de pan、ね、
パン、バゲット1本買ってきて、明日いるからね、というふうにお願いいたしました。ね、もう出かけるということですからね、寂しいわということでね、ボエの悔いだって気をつけてね、けてくんだというふうに言われた。けてくんだって、これどういうふうにね、訳していいかちょっとわからないんですけどね、まあしっかり働いてきてとかね、よく働いていっぱい稼いできてね、というようなね、言葉らしいです。けてくんだ、ね、けてくんだというふうにね、送り出してあげましょう。そうするとね、頑張るぞというふうに旦那様思うということでしょうか。旦那さん、いってらっしゃいということで、ありょーということで、またねというふうに送り出して、そうするともうあなたの時間ですからね、もう一度ベッドに帰るもよし、ちょっとだけ掃除をするもよし、ね、何か本を読むもよし、洗濯をするのもよしというふうにね、素晴らしい一日を過ごしながら、そうこうしておりますと。もう旦那が帰ってくるということで、ね、もう旦那さんが帰ってくるということで、ちょっとそわそわしながら、そわそわしながらね、待ちましょう。帰ってきたらね、もうご飯食べてきたそうですからね、一応迎え入れて、ほら、ケータ、どう、元気、またスペイン語で喋ってんのか、こいつというような顔をしておりますけども、ね、キャスコミード、キャスコミード、ね、何食べたの？そうすると、なんかレンズ豆、煮込んだやつ食べてきたかって言うから、そうなんだ、エネルバルデスキーな。あそこの角っこのバルで食べてきたのということですね。エネルバルデエスキーナ、あの角っこの、そう、プラトステクチャラでエジョセシタンボエノアケシ、彼らのプラトデクチャラ、プラトデクチャラっていうのはね、クチャラっていうのはスプーンなんですけど、スプーンで食べるお料理ということで、まあちょっとスープね、なんかお野菜のスープだったりとか、あとまあなんでしょうね、ちょっと果実って、なんだもつ煮込みとか、そういう煮込み系ね、あと豆料理とか、ね、ちょっといろんなお肉とか、魚介でね、煮込んだような、そういうね、ちょっと一品目にね、定食の一品目に出てくるようなね、プラトのことをプラトデクチャラというふうに言うんですよね。で、そこのバルのプラトでクチャラしたんぼやの美味しいからねというふうにね言っております。アケシー、アケシーっていうのはそうでしょというふうにね、同意を求めるときに使いますよ。アケシーね、というふうに言いました。私がくだらないことを喋っておりますと、旦那さんがね、お前どうしたの、まだ準備してないのか、早く行かないと、え、何があったのかなということで、今日誕生会じゃないかというふうに言われました。子も選ぼい、ね、今日だっけ、今日だっけというね、この何今日だっけというふうに言いましたよ。ニメアコルデレエソ、もうすっかり忘れてたわ。ニメアコルデレエソ、これですっかり忘れていたわということでございますよ。ノーパランデフェステハロスアニベルサリオストゥファミリアというね、あんたの家族もお祝いばっかりしてるわねということで、ノーパラでフェステハロスアニベルサリオね、というふうに言っておきました。でね、デキンネセルクンプレ、今日誰の誕生日、誰の誕生日だっけということで、デキンネスエルクンプレというふうに来ましたよ。デキンネスエルクンプレ。そうすると旦那さんがね、誰だろうと言っておりますか。アイエステヌエヴァノビアでクニャードデトソブリーノ。何度か聞き直しましょうね。アイエステヌエヴァノビアでクニャードデトソブリーノ。これ日本語に訳すの難しいですよね。甥っ子の義理のお兄さんの新しい彼女の誕生日だというふうに言っておりますよ。ノメディガス、バカ言わないでよ、ね、そんなバカな、ということでね、会話が終わったということでございましょうか。で、こんな感じで今日ちょっとね、その緊張をほぐすためのね、勉強方法っていうのをやってみました。で、これね、目的といたしましては、ね、会話をするということで、することの幅をまずつけるというのと、相手がね、いる状態でスペイン語を口にして、で、恥ずかしくない状態を自分の中で作り上げてね、建設しようということでございます。そうすることによって、スペイン語がポポンも自然にね、リラックスした状態で出てくるということでございますからね、リラックスした状態で何でもね、お勉強した方がはかどるんじゃないかなというふうに私は考える次第でございますよ。今日はこんな感じ、一人会話練習みたいな感じでしょうかね。あとね、もしかしたらちっちゃいお子さんだったらね、一緒にそういうふうにお勉強してると小さいうちですからね、スペインを覚えてくれるかもしれませんよ。そういうね、効果もあるということで、ぜひぜひ皆さんもね、やってみてくださいね。今日はこんな感じで緊張をほぐすための練習法っていうのをやってみましたけど、いかがだったでしょうか。また次回もサバイバルで楽しいお勉強してまいりましょう。今回もご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、ベルマーク登録ね、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたこちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら、アディオス、アストロー。